2021秋アニメ全部紹介。はい、ってことで今回は秋に放送するアニメを63作品全部紹介していこうと思います。それでは始めていきましょう。一つ目の作品はミエルコちゃん、制作パッショーネ。なんとこちらの作品、監督さんと制作会社があの異種族レビュアーズを制作したコンビってことで、これだけでも期待しちゃう作品で、ちなみに制作会社のパッショーネは日暮らしとかシトラスとか手掛けてるとこなんで、多分作画は安定して見れるんじゃないかなって思います。でこちらの作品なんですけど、ジャンルは新感覚ホラーコメディで、物語は見えるはずのないものが見える女子高生が主人公で、普通のアニメだと戦ったりして除霊したりすると思うんですけど、この作品は徹底的にする、気づかないふりをしてやり過ごそうっていう感じで、多分面白くなると思うんで要チェックな作品です。2つ目の作品は無職転生第2クール、制作スタジオバインド。今年の1月に前半クールが11話で放送されて、無職転生マジで面白いんでむっちゃ楽しみです。ジャンルは異世界ファンタジーで、事故で死んで異世界に転生した主人公が前世のトラウマなどを乗り越えながら成長していくんですけど、まだ見てない方は今ならサクッと追いつけるんで、ぜひ前半クールを見ちゃってください。3つ目の作品はタクトオーパスデスティニー、制作マッパマッドハウス。ってことで制作会社マジでやばいですね。わかりやすく言うと、呪術廻戦のマッパとワンパンマンの一期のあの超作画のマッドハウスで、作画はかなり正直期待できそうです。アクションシーンが特に楽しみです。こちらの作品はゲームとのメディアミックス作品で、物語は異形の怪物に音楽を力とする少女ムジカートと、その少女たちを指揮するコンダクターが立ち向かっていく感じなので、音楽面でも期待できそうです。4つ目の作品は週末のワルキューレ、制作グラフィニカ。こちらの作品なんですけど、実はネットフリックスでは6月から公開されてるんで、もう見た方もいるかもです。ジャンルはバトルアクションで、神々が人類存亡会議ってのをして、週末の判決が下されそうになってて、人類を試してみてはっていう提案により、神と人類の13番勝負が始まる。人類は神を超え週末を阻止できるのかって感じです。1つ目の作品は来ました、週末のハーレム、制作スタジオ5組アクシズ。こちらの作品はよく地上波のアニメでやろうと思ったなって感じで、設定がやばくて、病を治すためにコールドスリープで5年後に目を覚ますと、メイドキラーウイルスってので 99.9% の男が死滅して超ハーレムな世界になってて、人類の存続のためにハーレム生活を求められる。誘惑を乗り越え世界を救うことはできるのかって感じで、作画はちょっと怪しいんですけど面白そうなんで要チェックです。6つ目の作品は最果てのパラディン、制作チルドレンズプレイグラウンドエンターテインメント。ジャンルは異世界ファンタジーで、 PV は静止画ばっかりだったんですけど、作画は綺麗そうです。監督さんとシリーズ構成の方は週末のハーレムと同じ方です。物語はかつて滅びてしまった町に一人で住む少年がいて、その少年は骸骨とかミイラ、幽霊に育ててもらって力をつけて、いつしかこの僕って何者なんだっていう疑問を持ち、少年はパラディンへの道を歩み出すって感じらしいです。こちらも面白そうだと思います。7個目の作品はコミさんはコミショーです、制作 OLM。 こちらの作品は週刊少年サンデーで連載されてるんですけど、なんとアニメ化の前に9月からテレビドラマ化もされてます。物語はコミュ障のコミさんの夢は友達を100人作ること。1人目の友達が友達作りを手伝ってくれるんだけど、学校は個性的な子が多く、果たして夢は叶うのかっていうとこから始まります。8個目の作品は異世界食堂第2期、制作 OLM。 ってことでこちら1期は制作がシルバーリンクだったんですけど、2期はコミさんと一緒で OLM です。週に1回異世界とつながる食堂での料理といろんなお客さんとの一期一会の物語を描く飯テロアニメです。9個目の作品は海賊王女、制作プロダクション IG。 こちらの作品はオリジナルアニメで、映像も綺麗ですし、正直むっちゃ面白そうです。物語は父が叫んだエデンに向かえっていう言葉の真意を知るべく、エデンの謎を解く旅に出るっていうとこから始まります。10個目の作品は来ました、マブラブオルタネイティブ、制作フラッグシップライン。こちらの作品は原作がゲームで、めっちゃ神ゲーらしくって、 YouTuber さんも真のバケモン神ゲーって紹介されてまして、作画もかなり良さそうでみんなに見てほしいんですけど、ただ動画配信サービスは FOD 独占配信なんですよね。ざっくり物語の説明すると、怪物の侵略により滅亡の危機に追い詰められた人間が過酷な運命の中で生きていく姿を描いてるそうです。
はい、ってことでまず10作品紹介したんですけど、面白そうなの結構あったんじゃないでしょうか。それでは次いきます。11個目の作品は結城優菜は勇者である、大満開の章、制作スタジオ5組。時々ゆゆゆって聞くことあると思うんですけど、結城優菜は勇者であるのことです。ちょっとタイトルで勇者である、なんやそれみたいな感じで見てない人もいるかもなんですけど、面白い作品でストーリーも予想外の展開なので、まだ見てない方はシリーズ作品チェックしてみてください。12個目の作品は真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフをすることにしました。制作ウルフズベイン、スタジオフラット。こちら本当は夏予定だったんですけど、延期して10月スタート予定です。物語は勇者のパーティーを戦力外通告されたシティの英雄レッドが、辺境の地で薬草屋を開業したら、かつての仲間であるおてんば姫が、私もこのお店で働いていいかな、住み込みでと尋ねてきた。のんびり楽しい薬屋経営、おてんば姫とのイチャイチャ生活、報われなかった英雄に素晴らしき第二の人生が始まるっていうとこから始まります。13個目の作品は世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する、制作シルバーリンク、スタジオパレット。こちらも7月予定が延期して10月スタート予定です。世界一の暗殺者が暗殺貴族の長男に転生、異世界で生まれ変わる条件は人類に薬剤をもたらすと予言された勇者を殺すことだった。組織に裏切られた暗殺者は転生した異世界で新たな暗殺を計画するって感じです。14個目の作品は月とライカとノスペラトゥ、制作アルボアニメーション。この作品も面白そうで、物として扱われる吸血鬼の少女が有人飛行に先立つ実験として使われようとしてて、そこで監視役の少年と吸血鬼の少女が出会い、2人は宇宙へ行きたいっていう思いを共有して共に宇宙を目指すっていう物語らしいです。15個目の作品お待たせしました、鬼滅の刃遊郭編、制作 UFO テーブル。ってことでこちら放送日はまだ未確定なんですけど、地上波で9月25日に劇場版鬼滅の刃無限列車編が放送するので、おそらく10月スタートになると思います。個人的に音柱が好きなんで楽しみです。16個目の作品は来ました、デートアライブ4、制作ギークトイズ。ジャンルはハーレムバトルって感じで、 OVA があったり劇場版があったり人気がある作品で、今んとこ1期が一番面白かった気はするんですけど、4期は期待したいです。17個目の作品は86第2クール、制作 A1 ピクチャーズ。ジャンルは SF ミリタリーって感じで、第1クールが今年の春4月に放送してたので記憶に新しいと思います。ちょっと序盤とっつきにくい感じはしたんですけど、面白いのでまだ見てない方は第1クールからしっかりチェックしてください。18個目の作品は吸血鬼すぐ死ぬ、制作マッドハウス。週刊少年チャンピオンで連載中の作品で、ジャンルはハイテンションコメディです。コメディ系が好きな方は要チェックです。19個目の作品は作眼、制作サテライト。ジャンルは冒険メカアクションで、 PV のここの世界観マジたまんないですよね。ってことでこの作品結構期待してまして、未来の物語で人類はコロニーと呼ばれる場所で生きていて、コロニーの外には危険な未開の地ラビリンスが広がり、そこを開拓するマーカーと呼ばれる人たちがいて、マーカーに憧れる天才少女とマーカーを辞めたシングルファーザーっていう親子がラビリンスに挑んでいくって感じらしいです。20個目の作品はセレクションプロジェクト、制作動画工房。ってことで制作動画工房さんなんですけど、幼馴染が絶対に負けないラブコメでとんでもないのを披露しちゃったんで復活を期待したいです。見た感じは作が良さそうで、こちらはアイドルオーディションリアリティショーって感じの作品らしいです。ってことでこれで20作品なんですけど、秋アニメ作品数多いんでちょっとペース上げていくんで見逃さないようにお願いします。21個目の作品は進化の実、知らないうちに勝ち組人生、制作ホットライン。いじめられっ子の高校生が異世界に飛ばされて、進化の実を口にしたことで知らないうちに勝ち組人生にって感じの物語です。設定がいいので面白そうです。22個目の作品は王様ランキング、制作ウィットスタジオ。こちらの作品はノイタミナークです。体が小さく耳は聞こえず話すこともできないけど強さに憧れ、王になることを夢見るボッジ王子が初めてできた友達の影と出会い、人生が大きく動き出すっていうとこから始まります。23個目の作品は逆転世界の電池少女、制作ラルケ。異世界からの侵略により漫画、アニメ、アイドルなどのサブカル文化が衰退してしまった日本のサブカルを守るための秘密結社アラハバキっていうのがあって、サブカルを守る物語って感じです。24個目の作品は境界戦記、制作サンライズビヨンド。
こちらはロボットアニメです。支配された日本を取り戻すため、少年は人型特殊機動兵器に乗り戦いに身を投じていくっていうストーリーです。25個目の作品はハンマバキ、制作トムスエンターテインメント。こちら言わずと知れた格闘漫画の金字塔、バキシリーズの第3部ハンマバキなんですけど、なんとネットフリックスで配信されるそうなんで、ネットフリックスユーザーは見れるので要チェックです。26個目の作品は汎用のヤシャ姫2の章、制作サンライズ。1期が去年の10月から24話で放送してまして、犬のヤシャが好きな方は楽しめると思います。27個目の作品は180秒で君の耳を幸せにできるか、制作インディビション、エカチエピルカ。こちらは1話5分のショートアニメで ASMR を題材にした作品です。最近ショートアニメ面白いなって思ってるんで、ぜひヘッドホンをつけて楽しみたいです。28個目の作品はビルディバイド、コードブラック、制作ライデンフィルム。こちら1期が10月から2期が2022年4月から予定されてます。10月8日に発売されるトレーディングカードゲームとのメディアミックス作品です。トレーディングカードバトルで王に勝利すると願いが叶うってことで、王に挑戦するためバトルに身を投じていくっていう流れらしいです。29個目の作品はプラオレ、制作 C2C。 こちらはアイスホッケーに魅せられた少女たちの青春スポーツアニメで、成長していく姿が熱く描かれてそうです。30個目の作品はプラチナエンド、制作シグナル MD。 こちら2クール放送予定で、大場つぐみさん、小畑健さんのタッグってことで、デスノートとかバクマンのタッグが描く生と死の物語ってことらしいです。個人的に期待してます。31個目の作品はブルーピリオド、制作セブンアークス。高校2年生のリア充が美術室で1枚の絵と出会い、美術の素晴らしさに魅せられ、国内最難関の美大を目指す青春アート系スポコン物語です。32個目の作品は来ました、ワールドトリガーサードシーズン、制作東映アニメーション。ワールドトリガーは実は頭脳戦の要素もあって面白いので、ファーストシーズン73話、セカンドシーズン12話って結構ボリュームあるんですけど、ハマればたくさん楽しめるってことで、よかったら見てみてください。33個目の作品は焼くならマグカップも、2期、制作日本アニメーション。今年の4月に1期が放送して、まさかの10月に2期が始まるってことで、結構人気あったんですかね。美濃焼きをテーマにして、女子高生が陶芸に魅せられていく青春ストーリーで、特徴としては実写パートがあるので、初見はちょっとびっくりするかもです。34個目の作品はビジュアルプリズン、制作 A1 ピクチャーズ。音楽、ヴァンパイア、ビジュアル系って感じで、多分女の子向けの作品かなって感じました。35個目の作品はカードファイトヴァンガードオーバードレスシーズン2。こちら公式ホームページがまだ情報更新されてなくて、ツイッターだけなんですけど、おそらく10月スタートだと思います。36個目の作品は鍵など。こちらキー作品ファンにはたまらない作品で、キーのミニキャラテレビアニメで、今わかってるのがカノン、エア、クラナド、リトバス、リライトのキャラが登場するみたいです。37個目の作品はガンダムブレイカーバトローグ、制作サンライズ。こちらガンプラバトルがテーマみたいで、なんと YouTube のガンダムチャンネルで配信予定らしいです。僕自身マジで最近テレビ見なくなったんで、こういうスタイルもありだと思います。38個目の作品は君とフィットボクシング、制作イマジニア株式会社、株式会社ストーリーエフェクト。スイッチソフトフィットボクシングをアニメ化した作品で、人気な声優さんが揃ってて、声優さん目的で見るのもありかなって思います。39個目の作品はぐんまちゃん、制作アセンション。気になる方は見てみてください。40個目の作品は幻想三国志、制作ギークトイズ。英傑に毛量を取り付かせて、この世を滅ぼそうとするやつに立ち向かっていく感じの物語です。41個目の作品は三角窓の外側は夜、制作ゼロ G。 こちらの作品実は去年実写映画化もされてます。ミステリーホラープラス BL っぽい感じに見えたので、多分女の子向けかなって感じです。42個目の作品は四季桜、制作サブリメーション。こちらオリジナルアニメなんですけど、まさかの東海オンエアの虫眼鏡さんと利光さんが声優として出演されるそうです。パワードスーツを着てヒーローになり、鬼と戦うヒーローアクション作品らしいです。43個目の作品はショータイム歌のお姉さんだってしたい、制作ラビットゲート、水星社。こちらの作品パッと見裏道お兄さんみたいな感じかと思ったんですけど、大人向けプレミア版があるのでセクシーな感じです。歌のお姉さんとの大人な恋愛ストーリーを描いた作品です。44個目の作品は先輩がうざい後輩の話、制作動画工房。最近後輩の女子がうざいとかいじってくるパターンがちょこちょこあったんですけど、こちらは仕事の先輩が優しくて可愛がってくれるんだけど、うざいとかなんとか言いながらまんざらでもない社会人の日常ラブコメディです。こちら要チェックだと思います。
45個目の作品は大正乙女のおとぎ話、制作シナジー SP。 事故で右手や母を失い、世の中の全てが嫌になった主人公が父があてがった少女と出会い、少女の笑顔や優しさに触れて次第に心を開いていくノスタルジックラブストーリーです。46個目の作品はチキップダンサーズ、制作ファンワークス。個性的なキャラがダンスを見せてくれます。47個目の作品はディープインサニティザロストチャイルド、制作シルバーリンク。眠ったまま起きないランドルフ症候群っていうのが世界中で流行ってる世界が舞台で、原因は南極の巨大地下世界と思われており、そこには地上とは異なる生物と未知の資源があったってことで、設定がかなり面白そうで期待です。48個目の作品はデイジーミーツガール、制作ライデンフィルム。こちらの作品は沖縄を舞台にしたオリジナルショートアニメで、少年と少女が出会って起きた不思議な出来事を描いているそうです。49個目の作品はバンドリガルパピコフィーバー、こちらはミニアニメで可愛い感じです。50個目の作品は舞妓さんちのまかないさん、制作 JC スタッフ。こちら週刊少年サンデーで連載してまして、舞妓さんたちの日常の食生活を中心に描いています。51個目の作品はムテキングザ・ダンシングヒーロー、制作タツノコプロ。お前は敵か、じゃあ踊ろうってことで、歌とダンスで立ち向かうって感じです。52個目の作品はテスラノート、制作ギャンビット。天才科学者が発明の記録をテスラのかけらと呼ばれる水晶に保管した。テスラのかけらをめぐり世界中のスパイたちとの争奪戦を繰り広げるっていう物語です。53個目の作品はアーケインリーグオブレジェンドっていうオンラインゲームの初のアニメ化作品で、ネットフリックスアニメです。54個目の作品はデジモンゴーストゲーム、こちらまだ情報があまり出てないです。55個目の作品はメガトン級武蔵、制作 OLM。 こちらの作品はレベル5っていう稲妻11とかのゲームを作ってるとこが原作なので、ゲームとのメディアミックス作品です。異星人の侵略で人類の 99.9% が死滅していて、選ばれし者が巨大ロボットで異星人と戦う物語です。56個目の作品はリッチ警官キャッシュ、こちらは YouTube で配信する予定です。57個目の作品はルパン三世パート6、制作トムスエンターテインメント。アニメ化50周年を迎えるルパン三世の新作アニメです。58個目の作品はワッチャプリマジ、制作タツノコプロ。こちらの作品は秋から稼働開始予定のアーケードゲームとのメディアミックス作品です。59個目の作品は魔王イブロギアに身を捧げよ、制作スタジオほうき星。世界征服 BL がここに誕生ってことで、女性向きの作品だと思います。ってことでさらに再放送がありまして、コードギアス反逆のルルシュ、プリンセスコネクトリダイブ、本月の下克上、ウマ娘プリティダービーシーズン2とかあるみたいで、この中でコードギアスは特別版らしくって、オープニングとエンディングが新楽曲ってことなんで、ちょっと気になります。ちなみにあれ進撃はって思ってる方多いかと思うんですけど、進撃は2022年1月予定です。ってことで秋は作品数も多くて、見たい作品もたくさんあったんじゃないでしょうか。みんなのおすすめ作品をぜひコメントにお願いします。次回早く見た方がいいアニメ、さてこの次もサービスサービス。それでは皆さんまたね。